はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。みたいな感じですね。もうね、最近ね、あの、この動画がですね、一番最初に始めるとき、皆さん、こんにちはね。ね。真っ赤なけいちゃんです。とかですね。はい、今回もブルブルです。とかですね。真っ黒のブラブラです。とかね。まあ、そういんなような感じでね、ちょっとね、いつも始めてるん、えー、ですけども。まあね、本当に <laughs>、何て言うのかな、えー。日本は寒いね。みたいな感じですよね。 えーというような感じなんですけども、えー、今回のね、技に関してもちょっとね、頑張って話していきたいな、みたいな感じです。でですね、ちょっとね、私ね、気づいてなかったんだけど、いやね、紙ベースのね、週刊新潮なんかには出てなくて、デイリー新潮の方でですね、パンとちょっと出ていたもんですから、 えー、ちょっとね、私も,見,の私も、ね、見逃していたんですけども、ちょっといろいろ見てたらね、ウェブ上の情報なんかで見ていたら、あこんなの出てたんだな、みたいな感じでね、ちょっとこれね、はっきり言ってね、問題発言でしょ、A 組は殿下、みたいなね、感じなんですけどね。うーん、私は本当にね、こうい、例のね、あのー、KK 夫妻のね、あの、忌まわしき結婚じゃありませんけども、あれを結局最後にはなんか容認してるね、 えー、まあね、態度というかですね、そういったような行い、まあ、お振る舞いだとかですね、今回は、まあ、あの、過去様の子、例の過去様のね、一人暮らし、互角具書、えー、10億円の一人暮らしに関してですね、えー、こんなこと本当に言ってたのもしそうだとしたらね、やっぱり無責任極まりないなっていう感じがしてならないんですね。まあ、私もね、まあ、皆さんご存知の通り、えー、まあ、 親ですよ。一人のね。まあ、私、うちの場合にはね、えー、一人娘なんですけども、でもやっぱりその一人娘もですね、今現在ね、年齢もね、20代の後半になってですね、そろそろ結婚か、みたいな感じになってるんですけども、まあ、そういったような中でね、やっぱりね、親の子に対する責任というかね、そういったようなことは、私もですね、えー、まあ、その30年近くね、えー、子供をね、 育ててきた一人の、ね、親としてはすごく、ね、感じるんですよねこれ別に皇族だとか、ね、一般国民だとかってそういうようなことではないと思うんですよねやっぱり子に対する自分の子に対する親としての責任というのは非常に重要なものがあるし やっぱりね、人様に迷惑をかけるというようなことに関してはですね、絶対にやってはならないこと。私もですね、娘は、まあ、皆さんもね、いろいろ教育方針っていうのがあると思うんですけども、私はずっとね、やっぱりね、えー、娘に対する教育方針というかですね、そういったことに関して、絶対やってはならないことっていうのはね、ずっと貫いてきておりました。やっぱりね、第一に、人様に迷惑をかけてはならない。これは絶対だと思うんですね。まあ、その中でね、それ以外に例えばね、 自分が悪かった時にはすぐごめんなさいを言えるだとかね、えー、人に何かやってもらったらありがとうを直に言えるだとかね、そういったようなことも言ってるんですけど、やっぱり何と言ってもね、人様に迷惑をかけてはならない。なおかつね、人様にそんな心配をかけてはならない。そういったようなことはずっと言い続けてました。まあ、あのー、まあ、そういったようなことをね、 言ってかどうかは分かりませんけど、別にね、自分の娘のことだからあれなんだけど、うん、まあそういったのことはね、守ってくれてるかなっていう感じなんですけども、はい、今回のね、私の、えー、うちの話はどうでもいいです。なんですけども、今回のこの新庄に書いてあったことで、もう一つだけですよ。もうあえてこのね、佳子様の一人暮らし、10億円の一人暮らしに関してはもうね、私も何回か言ってますので、もう言うことないんですけども、この新庄の記事に書いてあったと、 内容なんですけども、えー、要はね経営委員長の職員だとか経営委員長の関係者においてもこの佳子さまの、えー、実際の一人暮らしに関しては非常にね違和感を持ってるだとか戸惑っているっていうような中で、えー、この江ノ宮殿下が言われたっていうことなんですけどもえっ、ー、とね要はメッセージがね、えー、この部分だけちょっと読みますけどね KN 庁側には江ノ宮様から 予想外のメッセージが伝えられていましたということで、それが何かというと、私たちだけで新しい宮廷に行きますからという内容だったらしいんですね。で、この私たちだけというのは、要は過去様を除く私たちで移るという意味で、KN 長側は少なからずショックを受けたようです。ショック受けたんなら何回言えよっていう感じなんだけどね。まず KN 長には一言なんですけどね。相変わらずですけどね。 えーまあ、そういったような一言なんですよ。要はね、この言葉だけに私もね、はっきり言ってショックを受けたし、さっき言ったね、さっき言ったようなですね、子供に対する教育方針というかね、これね、そのね、えー、例のね、エムコさんの結婚の時もそうだったんですけども、安直によくこういったようなことがね、言えるなっていう感じなんですよね。要は、その一人,ぐ一人暮らしに、 ま、あえて言うとね、私も何回も言いましたけども、この、この、佳子さまの、わがままですよ。わがまま一人暮らしに対して、安直に認めたっていう話でしょ。これ、私たちだけで行きます。私たちって要は、永野宮殿下と、えー、その、経費殿下と、えー、あの、エイチですよね。その三人の私たちだけで行くっていうことでしょ。で、佳子さまが十億円の一人、一人暮らしする。それに関して、認めたっていうようなことですよね。 でね、これ、私もさっき言ったように人様に迷惑をかけないってことを言いましたけど、この記事の中ではね、なんか書いてあるけどね、えよ、ー、うにね、要はですね、この記事の中では誰かに迷惑をかけることではないのですがって言ってるけど、いや、そんなことないでしょうって。 えー、単純にですね、このね、宮家をお支えしているですね、休務官、もしくは後遺職、もしくはね、経営庁の担当者でも、今までは一ところに住んでいたということで、えー、まあ一職たちありませんけども、お世話できたというような内容からね、もう目と鼻の先であったとしても、ね、ご家族が別々のところに住まわれるわけですよ。一内親王殿下がですね、 一、女性の内心のお殿下はそういったようなことで別居するというようなことになればね、その休務官の方々もしくはですね、公職の方々も別,と別,別々にお世話をしなきゃいけない、えー、というようなことにもなりますし、まあ、あの、非常に細かい点で言えばね、高熱費もかかるんじゃないんですか、警備費だってダブルでかかるんじゃないんですか、で、それぞれですね、今まではね、一つの、えー、そのね、ご家具所に、えー、おられたというようなことで、 えー、その気の使い方だってね、それこそ経営の職員のね、気の使い方だって1箇所だけで良かったのが2箇所になるでしょうっていうことを考えるとですね、少なからずそういったようなね、周りの人たちに迷惑をかける。それは当然のことだと思いますね。これもしね、 まあ、そのこと絶対ありえないんですけど、もしね、えー、そのね、天皇ご一家っていう話になれば、これ絶対ね、私は思いますけども、天皇陛下、もしくは皇后、雅子様に関してはですね、絶対そういったようなことを考えると思いますね。で,でも、えー、このね、江戸目殿下に関しては、あのね、忌まわしき結婚、M 子さんの結婚もそうだったですけど、最終的にこのね、 あまりにも自由だ、自由だ、自由だ、何でも自由にしてもいいよっていう、そういったような教育方針に基づいて、この、えー、過様の、えー、一人暮らしに関してもですね、じゃあ10億円の 1> 1人暮らしいい10億円の豪邸での一人暮らしいいですよなおかつねこれはよく分かりませんけどエムコさんがね帰ってきた時のためだとかねえ実際にエムコさんのねえ身の回りの品がいっぱいあるよってことみたいですけどそういったよことに関してもじゃあちゃんとやっといてねみたいなね人任せでしょというようなことに関してもねあまりにもねこういったようなねわがままを許してしまうこの教育方針。 やっぱりね、エムコさんの時の結婚もそうだったけど、経験息子に対するそう、もうこともそうですけどね、あまりにも無責任だよね。なおかつ、えー、責任転換がひどすぎんじゃないんですかっていうことはね、言うよね。はっきり言ってね、この私ね、最初ね、この記事を見逃していたんですけども、これで中身見てってね、もう一回言いますけどね、私たちだけで、すなわち、えー、え、宮殿下と経費殿下と、 栄一様の私たちだけで新しい宮当に行きますからというふうに伝えたというねそういったメッセージを、えー、刑務長官に伝えたということですからまあ間違いないでしょうねそういうこと言ったんでしょうねもう完全な責任転嫁というかね責任放棄の一言に他ならないというようなことを私はね今回のこの動画で強く言っておきたいと思いますねいや何って感じだよね はい。えー、というようなことでね、ちょっとね、この記事ね、たまたまね、私見逃してたんですよ。で、なのでちょっとね、今になってね、お伝えしようと思ったんですけど、あまりにもね、あまりにもひどいこのメッセージの一言。はっきり言ってね、この記事に関してはこの一言だけですよ。他のことに関してはね、いろいろやれわがままだとかね、いろいろプライベートがどうなのかとかね、プライベートな部分をご語具処理のか、残すよとかね、 え、その1400坪でしたっけそれがあるよとか、そんなこといろいろ書いてあるんだけど、そんなことよりも何よりも、今回のこの記事の内容でね、この新著の記事に関してはですね、この一言だけだと思いますよ。それに関してあまりにも、ちょっと私もちょっとショックまたね、受けましたしね、えー、ひでえ話だなっていう気がいたしました。はい、皆さんまたね、どのようにお考えになりますかぜひまたね、いっぱいあの、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。ということでありがとうございました。じゃあね。 Bye bye